皆さん、こんばんは、レインボー池田です。なんかね、今日はジャンボさんがお前はとりあえず家にいろと、俺が行くから家にいろって言って、僕はずっと家に待機してるんですけど、ちょっと何が起こるか分かりません。とりあえずジャンボさんを待っときます。はい、さて、いっちゃやりますか。めちゃくちゃ張ってきてるやん。もう早速、行こうか。どういうこと？ジャンボ高尾のクーチャンネルプレゼンツ、居酒屋じっちゃんと思っていただいて、はい、なるほど、構いませんよ。もう完全任せていいらしいです。よし、じゃあ行こうか。居酒屋さん、そのさ、俺んちの即席のさ、あれ、いそうなのね。いそうやけど、居酒屋で即席で作ってくる。よし、行こう。まずさ、やっぱお酒、うん、お酒欲しいよね。お酒欲しいです。もうガンガンいっちゃう。マジ完全任していいの？完全任していい。うわ、マジで。今日はね、はい、いいレモンが入ったから。マジで。一杯目はやっぱ金宮、ソーダ割りでレモンで。もうあれはとにかくね、あ、やっぱレモンはこういうね、こうちゃんとしたレモンがいいっていうのはもう大宅の大さんが言ってるから。誰から聞いてんの、うん、マジでええの？もちろん。もうあと池ちゃんの誕生日企画だから。マジ？マジで俺サボってたやろ。全然いい。持って…濃いめ薄めどっち？濃いめ。さすが、案外ね、みんなね、池ちゃん飲んでよ。それだけ覚えて帰っておけ。はい、今日何してんねん。ちょ、ジャンボさん何してんの？大丈夫。雑味すごい。今のかっこよかったろ。で、もうこれ、もう俺がもういっちゃうから、もうこれ。うわぁ、こんぐらいギュッと絞って、これもう2個ぐらい絞っちゃっていいよ。はい、ギュッ。めちゃくちゃやん。はいよ。はい、どうぞ、金宮の、はい、レモン。めっちゃ。ソーダレモンね。はい、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。うまっ。あの、トマトとさ、モッツァレラのやつ、あれ美味しくない？めっちゃ好き。食器関係が主に？この辺？うん。ちょっとおしゃれすぎて変だな。これって全部割ってもいいの？あかんわ。なんでね。あ、ユニーク。うわ、このトマト腐ってる、最悪。そんなことある？うん。なんでイケちゃんにさ、美味しいトマト食べてほしいと思ってんのにさ、腐ってんだよ。こわ。腐ってんだよ。これ居酒屋の奥から聞こえてきたらこわ。寂しい時の俺のアレクサ使用法を聞く？何ですか？こう、目覚ましをさ、こうかける一つにしろさ、会話をしたいわけよ、こっちとら。はい。誰かと。だからさ、ね、アレクサ、明日さ、俺9時に起きたいんだけどさ、9時にさ、起こしてくれたりする？すみません、わかりませんでした。なんでやねん。え、すげえ。でも反応はすんだね。するよ。じゃあアレクサ、明日さ、9時に起きたいんだけどさ、起こしてくれたりせえへん？すみません、よくわかりません。でな。え、それ突っ込みがちょっと怖いな、なんか。あいよ、一品目できたよ。マジ？早っ。あいよ、モッツァレラ、トマト。今考えてません。今考えてませんよ、ね。モッツァレラ、トマト。はい、メンチでございます。いる？おい、こう。マジ？うん、トマト、チーズにもソースかけるんですか？これね、チーズとソースも合うし、メンチ、トマトとこのソースも合うのよ。マジっすか？いただきます。うん。うん！確かに。だろ？合うわ。で、メンチとトマトそんなもん合わないわけないだろ？合うわ、めちゃめちゃうまい。ゆっくり食べて、あとは。今日、ナオティ3品だっけ？ 3 品？うん。これ1品目っすか？うん。おざっす。ジャンボさん炭酸水買ってきてくれるけど、ジャンボさんが誕生日プレゼントにくれたソーダストリームそこにあんで。あ、ほんと？お前使ってないだろ、絶対。めちゃくちゃ使ってる、俺。マジ？めちゃくちゃ使ってる。ありがとう。プレゼントあげてさ、使ってるって言ってもらえるのが一番嬉しいよね。店長さん、掃除機使ってます？めちゃくちゃ使ってる。もう、めちゃくちゃ使ってる。キノコが好きでね。キノコ好き。はい。キノコバターしようね。うわ、最高。うん。もう、俺レベルになったらもうバター、もうこれぐらい入れるから、もう。入れすぎやろ。うん。これもうぽい。入れすぎやろ。うん、この量ぽいなの。で、もうね。で、もうこんな適当に、もう入れちゃって。もうこんくらい分厚くいっちゃうよ。うん。結構。どう？次、ちょっと甘いの飲む？軽く。え、いいの？うん。ああ、アイスボックス。うん。この世で一番美味しい氷を、もう、こう。で、金宮ちゃん。で、炭酸。
うまそう、うまそう、マジ、はいよ、ナウティ、わ、ありがとうございます、いただきます、はい、行っちゃってよめちゃくちゃうまいな、これわかんな、そうだろ、うん、2杯目これ最高やな、今日は俺だからほんと単純に楽しんでほしいって気持ち、マジで普通に嬉しい、はいよ、キノコバターだよー、うわー、え、いただきます、まずキノコ部分いただきますめちゃめちゃうまい、バケモンや、うまいだろ、3品目は揚げ物でございますよ。マジ？俺うちで揚げ物やったことないわ。やったことない、うん、さあ、この揚げ物の準備をすると同時に、特製タルタルソースも作っていきましょう。まずこれを皆さん、ちゃんと手洗ってからね、もう手でもうこうやって潰してください、もうこうやってぐしゃーってね、で、そしたら、はい、キュウリのキュウちゃん、これ美味しいですよね。エギちゃんさ、誕生日プレゼント何欲しい？え、これとは別にくれるんですか？もちろん。え、俺さ、うん、マジで恥ずかしいんやけどさ、うん、コードレス掃除機めっちゃ欲しいんやけど、え、お返し？これさ、それお互いに掃除機あげ合っただけになる、俺な、うん、ちょっと思っててん、ずっと、これ最高だと思う。なんすか？このタルタルソース、なんすかこれ、エビフライです。んで、はい、あ、うん、悪魔のソース。これ私、あまりにも美味しすぎて、逆に悪魔のソースって呼ばせてもらってます。なんでチリソースうち？え、スイートチリソース？ちょっと待って、冷蔵。ちょっと待って！え？え、君スイートチリソースにたどり着いてる男なの？スイートチリソースこの間使ったわ。やるね！これこうすんじゃん。うん。こうしたら、え？スイートチリソースにマヨネーズかける？はい。うわ、えぐっ人に勧めほうがいいかも、うま、ん、すぎやん、俺もあのあかんわこれ、ジャンボ高尾の空チャンネルで真似しないでくださいって言ったもん、うん、マヨネーズが、あかんか、これやばいだろ、空チャンネルで、はい、スイートチリソースって死んだ人おるやろ真似して、うん、殺した人おるやろ、もうデザートで締めちゃっていいの、いきますよ、いやもうめちゃくちゃ満足してるよ、確かに今ちょうどデザートうまいやろうな、はい、おま、何ですか、雪見大福おしるこでございます、雪見大福おしるこ、これ美味しいですよ、え、すいません、はい、雪見大福おしるこなのは分かったんですけど、はい、その上に何か乗ってません、これはあの普通のこれ揚げ玉です、天かすかけてる、はい、すごいな、え、もうこれさ、雪見大福まんま入れてるよ、はい、あの冷凍庫から取ったまんま、なのでいい感じで今もう溶けてらっしゃると思う、すげえ溶けてる、いただきます、衝撃受けるよ君めちゃくちゃすごいなこれ、これやばいでしょ、あ、ちょっとしょっぱいのこれ天かすか、ありがとうございます、はい、どうでした池田さん、今日の私のおもてなしは、ジャンボさんマジで最高、ありがとうございます、なんか好きな食べ物を全部把握した上で、はいはい、俺の胃袋の量を知った上で、はい、全部操作されてる、もうちょっと完璧すぎます、ありがとうございます、あっぱれ、俺ちょっと27歳頑張りますわ、頑張ります、これはちょっと居酒屋じっちゃんはちょっとねお見事すぎたんで、ジャンボを旦那さんにもらってくれる方よろしくお願いします